さあ全日本ラリー四国ラウンド、今金曜日でちょうどレッキーが終わったところですけども、まあ各チームとも明日に備えてメンテナンスに余念がないですね。まあここはアクアでバイポーラニッケル水素ですね、お世話になってるダンロップです。まあ新しいタイヤ作ってくれたんだけど、まだ前回の唐津もウェットだったんで、実戦で履いてないんですけどね。ここはコバライネン選手の、愛せる。あ、ここはもうラリーの大先輩の大倉選手タイヤ決まりましたか？何？タイヤ。そんな話全然出てない、はい、ウェットでしょ。お、これ GR カローラかっこいいな。ああ、かっこいいですね。カローラのがそれらしいよね。うん、確かに、うん、なかなかね、これ注文当たんないからね。あ、そうなんですか、うん、すごいな。レッケ39番 SYE ヤリスハイブリッド、ドライバー清水和夫選手、コードライバー山本真美選手、上位入賞目指して頑張っていってください。はい、はい、右4ロングロング下り40コケ左2右8ショート左8ショートで右7ショート40の右7ショートすぐ左2右4ロングフィニッシュ左4はい OK 3、2、1スタート。残り50左530右7から6頂上下って左5右5、左2右5、すぐ右3 30フィニッシュ、右7から右2はい、OK 3、2、1、スタート50右6ショート30右5、30左1から、あ、くぼった。はい、右5でもこれもう曇ってるんですよね。でちょっとまだ開けてみよう。はい、左4はい右6ショートから右5すぐ左2右4ロングフィニッシュ左4はい、OK、はい、3、2、1、スタート。上り50左5、30右7から6上って左5右5、左2左6すぐ4、6すぐ4右5すぐ右3 30フィニッシュ右7の右2
で決勝19番 SYEX ハイブリッド佐藤選手、山本茂選手でした。ありがとうございます。さあ今回久万高原ラリー終わったんだけど、やっぱり雨に悩まされたなって感じでしたね。振り返るとまあ過去3戦、まあ、なんか全部ウェットタイヤだったような気がします。まあ今度の京都丹後はしっかりきっちりドライでキレッキレの走りをしたいと思います。応援よろしく。